ルシア・ドス・サントス、フランシスコ、ジャシンタ。1917年撮影ルシア・デ・ジェズス・ドス・サントスは、ポルトガルのファティマにおける、聖母出現の目撃者の一人で、カトリックの修道所。ルシアは三人の目撃者の中で唯一、長命であった。ファティマの農村で生まれ育ったルシアは、両親ともに、敬虔なカトリック信者で、特に幼い頃から、 その影響を受けていた。それが後に、聖母、マリアの出現に繋がってゆくこととなる。ルシアが最初に不思議な経験をし始めるのが1915年4月から10月にかけてのことである。友人と一緒に遊んでいる時に天使を厳守する。その後、1917年5月13日の日曜日、日いとこであるフランシスコ・マルトとジャシンタの兄弟と一緒に、 羊の番をしている時に三人の前に聖母が現れた。その聖母は三人の子供たちに予言を残し消えていった。それに驚いたルシアは急いで両親にその出来事を伝えた。両親も最初は信じなかったがやがて村全体、その近郊の町に伝わり、小さな村でしかなかったファティマは大勢の参拝客で賑わった。 それから毎月13日にかけて聖母は現れた。聖母出現の出来事はヨーロッパ全土にまで伝わり、賛否両論のセンセーショナルを巻き起こした。聖母が残した予言の中で3つが有名で、1つ目が第一次世界大戦の終結で、2つ目がロシア帝国の崩壊と共産主義の台頭と、もう1つの予言が長年の間バチカンによって封印されてきた。 それについての詳細は、ファティマの聖母を参照。その後、聖母の予言通り、フランシスコは1919 19年4月4日、ジャシンタは1920年2月20日に流行の病でそれぞれ、この世を去る。一人残されたルシアは、ドロテア修道会に入り、シスターとなる。ここでの彼女は、同僚からの戦望と嫉妬に苦しんでいたがそれでも二人の、 トブライト自分の使命を、抹うした。1948年、ローマ教皇ピオ12世によって、カルメル海に転属される。1981年、教皇ヨハネ・パウロ2世が銃撃され、一命を取り留めたのは、ファティマの聖母の記念日である5月13日であった。回復後、教皇は摘出された弾丸を聖地となったファティマに、奉納し、2000年に、フランシスコ、 ジャシンタ兄弟を劣腹した。また、ルシアは、後年ヨハネ・パウロ2世と会っている。ルシアは2005年2月13日、心不全で死去した。彼女の死後3年が経過して、2008年2月13日には、教皇ベネディクト16世が彼女の劣腹調査の開始を許可した。通常、劣腹調査は該当者の死後5年経過しないと、始まらないが、 教皇は、ルシア修道所に関して、特別に免除した。早期劣服の調査は、全教皇ヨハネ・パウロ2世、マザー・テレサに次ぐものとなる。1948年3月25日に、ピオ12世の教皇特別許可の元四41歳の、ルシアは、ドロテア海から離れ、ポルトガルのコインブラ、カルメル海サンタ・テレサ修道院へと移動した。移動後は、 カルメル界の精神に基づいて、社会との一切の関わりばかりでなく最も身近な、肉親との会話さえも、会話が霊的でない限り必要最小限にとどめる、ことを要求された。これらのことは一部の人々、例えば、ファティマ・クルセイドの活動で有名な、カナダ人のグルーナー神父、ニコラス・グルーナーらに、当時世界中のカトリック信者に、絶大な影響力のあった。 ルシアの口封じをするためのものだったのではないかと考えさせるに至った。しかしこの1948年の移動後も1950年代の初めの頃にはまだシスタールシアの長在司祭であるイエズス会司祭アパリコ神父はシスタールシアに自由に面会することが可能だった。ところが神父が1960年にブラジルからポルトガルに 久しぶりに戻った時には、すでに面会はできなくなっていた。私は、シスタールシアに会うことはできませんでした。なぜなら、大司教が許可を与えることはもはやできなかったからです。彼女は沈黙と孤独の誓いのうちに身を置くように、聖座から課せられていました。その結果、ローマからの正式な許可なしには、誰も彼女と話すことはできなくなっていたのですと、語ったという。 1960年の時点での時の教皇は、ヨハネ23世である。この頃、ルシアが偽物に置き換えられたのではないかという噂が存在する。偽物と思われる人物と本物と思われる人物の顔の各部分の写真を並べて、比較検討したものが、ネット上で多数公開されている。歯並びや歯の大きさ、横顔などに同一人物とは思えない程度の、 相違点が認められ、現在教会の内外を問わず議論を巻き起こしている。また言動上の違いも注目されている。ルシアの移動と同じ年の1948年5月28日には、アンニバレ・ブニーニが、天霊改革委員会長官に、ピオ12世教皇によって任命されている。50年代には、様々な教会改革、天霊改革が始まった。 例えば生体配慮前の断食は真夜中から配慮前までだったのが1953年の改革によって配慮前3時間になり4年後にはさらに緩和された。1955年には生週間の新しい典礼が発表され、生木曜日における生体配慮の有無も変化した。1962年には次の新しい教皇によって 公会議が開かれた。しかし、第三の秘密に至っては60年代になってなおも、公にされることはなかった。プロテスタントの新学者を多数迎えて行われた第二バチカン公会議での改革派は、マリア論を警戒する傾向にあり、マリア信仰をめぐって投票が行われた時の賛成票と反対票の差は、わずかなものだった。 公会議が閉会された1965年以降、1967年になってから、ルシアは再び、パウロ六世教皇のファティマ巡礼の折に、ファティマに姿を見せた。1967年、1982年、1992年、2000年の4回に、渡って行われたそれぞれの時の教皇による、ファティマ巡礼の折に、ルシアは、 修道院から約87キロ離れたファティマにその都度戻っている。しかしこのルシアが先の理由から本物かどうかという疑問が発せられている。近年、機関誌であるインサイドザバチカン誌に替え玉と思われている人物の若い時の写真が誤って掲載されたことも一部の人々にこのような確信を深めさせた。ありがとうございます。